それで地上水泳部の人たちが僕たちに何か用すか、今お楽しみ中だから邪魔しないでほしいんだけど。そうだよね。かあ、熱々だね、摂取してるね、クソサイね。ただの嫌なやつやんけ。だからなおさら僕が桃星人だってことを暴露するのが怖いんだよね。今まで頑張って積み上げてきたことが全部崩壊しそうでさ。シリアスパート来たよ、ペスカちゃん。宇宙人の得体の知れないイメージを明るいイメージに変えるために始めたことなのに本末転倒なのは自分でも分かってるっすけど、でもまあそうだよね。いざさ、それでさ発表してさ、なんかラクスちゃんはいいよけど他の人たちはさ、あの、え、宇宙人なのマジかよみたいな思う人たちが出てくるかもしんないじゃん。ちょっと勇気出ないよね。今好きにやらせてもらっている分、家族に恩返しがしたいからメジャーデビューも視野に入れてるし、ファンのみんなが離れていっちゃったらって思うと、やっぱりなかなか暴露する勇気が出なくてさ。うちには下に弟と妹もいるし、二人には大学受験もさせてあげたいからね。そっか、いろいろと難しい問題なんだね。誰急に。おうおう、報告でとか言わついねえおしてるさん。誰なんだ、何、え、気持ち悪すぎる。言葉を失ってしまった。あたいはどんな声当てよう。あたいはスレゲ高校の地上水泳部キャプテンツインテールのモブエ。同じくスネゲ高校地上水泳副部キャプテンズレメガネボブよ。地上水泳部、ペスカちゃん聞いたことある？いや初めて聞くっすけど。地上水泳部はその名の通り地上で水泳をするんだ。そう、あ、やっぱ肝歌声当てよ。そう、プールなんて邪道なのよ。ははあ。それで地上水泳部の人たちが僕たちに何か用すか、今お楽しみ中だから邪魔しないでほしいんだけど。そうだよね。かあ、熱々だね、摂取してるね、クソサイね。ただの嫌なやつやんけ。もう読み方安定しない、普通に読むわ。ほんとクソうざいね、けマジで気に入らねえ。はあ、うざいのはそっちっすよ。こんな店頭で地べたに寝っ転がってクロールなんてしちゃってさ、邪魔っすよ、それは邪魔よ。何してんの君たち。そして作画どうした、クソって、か、紙じゃねえや、帽子に書くな、クソって。そうだそうだ、お店の人たちもお客さんたちもすげえ困ってるぞ。何をふざけんなし、邪魔ならお前らだし、今県大会前で忙しいんだからよ。そうじゃそうじゃ、あたいたち今ここで地上クロールの練習してるんだし。なんてやつらだ、もうめちゃくちゃだよ。え、何次の会場がカフェとかなの？だカフェで地上水泳選手権をしないといけないっていう都合があるんですかね。だとしても貸し切らないとお店の人に迷惑じゃないですか、さすがに。それって前もってカフェに申請してさ、ここを練習場所にしてくださいっていう、そういうやり取りが必要なんじゃないですか。めちゃめちゃギャグな展開というか、アホな展開にめっちゃ正論パンチ打っちゃったわ、ごめんね。てかこの女さ、最近ここらで有名ななんちゃらなんちゃらっていう変なアイドルの片割りに似てない？あ、知ってるかも。この前スパッターのリツイートで写真流れてきたわ。聞く。やばい。なんかあの、超気持ち悪い宇宙人みたいな色のやつでしょ。マジだよ。許せねえ。はぁ、許せん。何？こっちは肌を、まあ、メイクしてるって設定だけどさ、あの、メイクしてちゃんとさ、望んでんのにさ、メイクも知らねえようなその顔面脇毛ボーボー女たちに言われたくないんですけど。そうそう、それマジないわ。かわいそう。ペスカちゃん。あれってさ、マジで宇宙人らしいよ。ライブで地球人を洗脳してる最中なんだって。それで、最終的に全員捕まえて人体実験するんだってよ、怖え。え？はぁ？マジでやべえな、それ。あれにハマってるやつは全員死ぬじゃん。くさくさくさ。そういえば、そういや、地球制服を目論みながら地球人のふりして住んでる宇宙人たちがいるって声から言ってたわ。あの変なアイドルもしかしたらそれか？絶対それだろ。メジャーデビューなんてした日には地球が終わるわ。
今日はろくでもねえ、伸ばしにしとくと危ないし、政府にとってつかまってもらって二度と地球人の前に出られないように関係しておいた方がいいんじゃね、あたい国に要請しちゃうかな。クソ胸クソ悪い。あ、いいね、それ値もするわ。てか賛同者集めまくろうぜ。地球人は全員地下に監禁だ。そんなの絶対に考えただけで気が狂いそうになるっす。くっ、何も知らない奴らにペスカちゃんのこと好き放題言われて、俺の中で怒りがふつふつと込み合ってくるぜ。許せねえよな。俺も手伝うぜ。ちょっと俺もちょっとゲームの中に入るわ。ちょっと待っとけ、ちょっと、おいおいおい、お前ら、おいお前ら、おい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 、汚ねえ面しやがってよ、おい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 、お前ら、お前ら立場分かってんのか、お前、おいおい、分かってんのか、弁護士呼ぶぞ、こっちとら、営業妨害クソ殺してるお前ら、おいおい、お前ら、おい失礼しました。はい、ちょ、左下にまた、はい、戻しますんで、僕は。はい、よくないね、そういうこと言うのは。何、なんか文句あるわけ？あ、もしかしてあのアイドル本人だった？やべ、殺される。はあ、でもあいつら何も悪くなくね。悪いのは地球人のくせに地球に、宇宙人のくせに地球に住んでる奴らだし、地球に住んでるのにさ、その地球のマナーも守れない人たちにそんなこと言われたくないんですけど、本当に。警察呼びますよ、本当に。うっせえ。ドハツテンだっけ？ドハツテンを突かれた俺は思わず机を叩いて立ち上がってしまった。へえ？宇宙人が地球に住んでて何が悪いんだよ。普通に暮らしてるだけなら何も問題ねえだろうが。危害を加えるなんて俺たちの勝手な妄想かもしれないし、地球で暮らしてる宇宙人と話したこともないくせに好き放題言ってんじゃねえ。佐々木くん。うん、その通りっすよ。まあでも僕は相入れない人たちとわざわざ関わるつもりはないから、君たちとはこの場でおさらばするだけっす。くるるるる、抜かした態度で気に入らないわ。待ってくれわ。そうだ、モブエッチ、これったらこの宇宙人女の新技の新技の練習台に使うってのどう？新技ってこと？いいね、乗ったわ。新技？なんだかわからないけど、バトルならやめといた方がいいっすよ。モモ星人の身体能力は舐めたいけないっす。はあ、そっちこと舐めんじゃないわよ。くらえ、乳輪水乳輪水鉄砲、汚ねえ汚ねえ、避けろ避けろ。ブシャー、なになになに、人妻なの君。キャー、ベスカちゃん、うわ汚ねえ汚ねえ。あ、やばい、これ肌見えちゃってんじゃない？だよね、色戻っちゃってるよね。地上水泳部のやつらが乳輪やつらの乳輪水で水鉄砲のせいでベスカちゃんのシャツがスケスケに。な、何するっすか。よっしゃ、うまくいったわ。これで次の県大会は優勝間違いなしよ。お前、え、水泳するんじゃないの？何するのそれ？何したらクリアなの？地上水泳部って。どんな大会なんだよ。おいおい、宇宙人アイドルさんよ、肌の下からピンク色浮かび上がってきてんぞ。いいのかい、こんなところで男とデートなんかしててよ。アイドルは恋愛禁止じゃなかったのかい？やべえな、男と一緒にそんな姿してるところファンに見られたら誤解されちまうかもな、くせくせくせ。なんてやつらなんだ、汚い、汚すぎる、絵面も汚い、洗ってないスパッツよりも汚いっす、うんこよりも汚い、もう頭にきたっす。地球人を怪我させたくないし、アイドル活動に支障をきたしたくないからおとなしくしてたけど、ここまでされたらやられっぱなしなのは僕の気が収まらないっす。お、やるかやるか、ちょうど2対2だな、コテンペンにしてやるわ。よし、わかった。ここらとカフェにいる人たちに迷惑かかるから、路地裏で勝負するぞ。シューチューとパフェを食べ終わったらな。冷静か。冷静なんだが、急に。賛成っす。ガッテンだ。パクパクモグモグみたいな。むしゃ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 。バーサス！スヌゲ高校の地上水泳部が勝負を仕掛けてきた。佐々木くんとの貴重な楽しい時間を散々に邪魔して、もう許せないっす。地上水泳部は、脇毛水鉄砲を繰り出そうとしてるようだ。佐々木とフェスカーどうする？そう、認知するな。なんかその打ってきそうな技が脇毛水鉄砲だっていう認識をするな。あの、さぞ当たり前のように認識されてるものとしてゲームの中で発すな、それを。しゃがんで避けるよ。横に避けよう。佐々木とフェスカーは敵の攻撃を横に避けた。二人は、敵の攻撃を余裕で回避した。よし、いい感じだぜ。いいね。
乳輪だろうが脇毛だろうが二度と同じ手は食わらないっす。スパッツを履いて機動力も高めるまでもないっす。今スパッツじゃないんだ逆に。よしペスカちゃん、言わずは様子見だ。俺が奴らにフェイントをかけるから敵に隙ができるまでペスカちゃんの必殺技は大事に取っておいて、うん、妖怪頼んだっすよ佐々木くん。さあ佐々木はどちらにフェイント攻撃を出す？パンチキック。フェイント攻撃だったらパンチの方がコントロール効くんじゃない？せやー。佐々木のフェイントパンチにより敵の2人はよろめいて頭と頭ごっつんこした。痛え、ちょっとボビュッチ、あ、どっちよくてんだよ、こっちこそ。よし、地上水泳部が仲間割れを始めたぞ。今だペスカちゃん必殺技を決めるんだ。オッケー、はい、任せて。ペスカちゃんはどちらを放つ？アクロバット成分客、どっちも見たい。桃尻ヒップアタック見たいね、どっちも。ちょっと桃尻ヒップアタック見るか。はぁ、ペスカは敵めがけて桃尻ヒップアタックを放った。ギャピー。ふん、勝負あったな。どうだ？なんだよバーカ、ちょっと歌とダンスが上手くてスタイルがいいからって調子に乗りやがってよ。はぁ、僕がいつ調子に乗ったっすか。うん、どうせアイドル活動で地球人を洗脳しながら地球侵略のために資金稼ぎでもしてんだろ。え、ちょっと何言ってるか分かんないんだけど。どうせその男も金づるなんだろ。はぁ、気の毒猫ってね。はぁ、そんなわけないじゃないですか。君たちはペスカちゃんに親でも殺されたの？ちょっと冷静になってんじゃん。もうなんか気にしないでいいよみたいな感じにさ、なってきてんじゃん。なんだこいつみたいな。ちょっとだんだん冷静になってきてる主人公。君たちはペスカちゃんに親でも殺されたのみたいな。うっせえバカバカ、クソしてネロずらかるよボビオッチ。おう、届きやがれてんだ、あばよ。おかめちんこ間違えた。おかちめんこ、おかちめんこ分かんなかった。あ、待てやこら。くっ、逃げられた。いいよいいよ佐々木くん、言いたいやつには言わせておけばいいっす。でも腹立つなあいつら。ペスカちゃんが一体何したって言うんだよ。サンキュー。サンキュー佐々木くん、その気持ちだけで僕はもう十分だよ。それにアイドル活動していればアンチはひどいことを言ってくるやつなんて出てきて当たり前だし、僕もそれをちゃんと覚悟の上で活動してるんだからね。ペスカちゃん強いね。いやそうでもないっすよ。僕に対して何か言ってくるだけなら流せるけど、さっきのはちょっと、いや結構傷ついたかな。さっきのって？佐々木くんが僕の好きな人が僕に金づるにされてるように他人から見えていたのはさすがに傷ついたっすね。いやいや、あんな奴らの言うこと真に受けちゃダメだって。僕は佐々木くんのことをそんな風に思ったことなんて一度もないし、地球人を洗脳して人体実験するつもりはない。それは信じてほしいっす。信じるも何もそんなの一緒にいれば分かることだよ。よかった。ほらそろそろ帰ろう。水で特殊メイク落ちてきてるし、あまり人前に出ない方がいいんじゃないかな。下着も透けてるし、はあ、はあ、そうだね、あまり目立つとやばいしね。路地裏でねやったからね、さっきの戦いは。さて、ごめんね、なんかいつも変なことに佐々木くん巻き込んじゃって。大丈夫、むしろ飽きないよ。サンキュー。だけどメジャーじゃないとはいえ、僕もアイドルとしての意識は足りなりかったす。君からのデートのお誘いに舞い上がってためらいもなく乗っかっちゃってさ、さっきのやつらとの喧嘩だってどこかでファンの人に見られてた可能性だってあったっす。はあ、僕もラクスのことどうこう言えないな。いやでも、お？頑張ってるんだからたまには息抜きだって必要だよ。ストレスとうんこは溜め込むと体に悪いんだよ。下選びてえけど。選びてえけど、やっぱちゃんとした選択肢選んであげたいかな、今回。頑張ってるんだからたまには息抜きだって必要だよ。うん。あ、そうだね。うん。あのさ、アイドルになって世の中の偏見を変えようだなんて僕は結構無謀なことをしてるよね。でも誰かがやらないと何も変わっていかないし、地球に住む宇宙人が生きづらい世の中を僕は変えていきたいんだ。うん、地球に住んでいる宇宙人への世の中の偏見をなくすためにはピーチグレープみたいな存在が必要だよ。桃星人のペスカちゃんとしてメジャーデビューをしよう。佐々木くん。サンキュー。そうだね、頑張るよ、サンキュー。うっ。ていうか、びしゃびしゃだよ。シャツが肌にべったりと張り付いて気持ち悪。てきゃー、下着透けてる、最悪。気づいてなかったんだ。
佐々木くん気づいててずっと黙ってたの？ごめん、あの状況でどう言えばいいかわからなくて、夏場じゃなければ羽織を貸してあげられたんだけど。あ、そっか、何も持ってないから。う、佐々木くんに使い古したダサい下着になれた。最悪、恥ずかしすぎる。スネゲ高校地上水泳部マジで許さん。どうしよう。ああ、どうせ見られるなら初めてはちゃんと可愛くてセクシーなやつが良かったな。いや、なんでもないっす、気にしないで。あ、いや、大丈夫。甘酸っぱいな、おい。いや、何が大丈夫なんだ俺。フェスカちゃんのセクシーな下着姿気になって夜も眠れなそうだ。はあ、はあ、よし、ここは理性を保つためにわざとらしくない流れで、話題を変えよう。そうだ、ペスカちゃんって今までに誰かと付き合ったりしたことってあったのかな？うん。一人いたっすよ。去年告白されて付き合った彼氏がいたんだけど、2ヶ月で別れちゃったっす。そうだったんだ。はぁ、つら。つらいやつじゃん。僕が宇宙人だってバレて振られちゃったんだよね。ああ。彼の家にお泊まりした時にシャワーを借りたんだけど、その時に全身のメイクが落ちてさ。出て行け宇宙人、二度と俺の目の前に現れるなって怒鳴られちゃったっす。欲で？そんなや？そんなや？なんかさ、なんつうの、人間の見た目からさ、いきなりスライムになりますとかになってくるとさ、話違うかなって思うけどさ、肌の色がピンクになるくらい欲で？もっとさ、えぐいさ、緑っぽい見た目になったらさ、ちょっとおおって思うかもしんないけどさ、それもあんまり嫌じゃないけどな。僕がオタクだからなのかな、それがスッて受け入れられるのは。オタクでやる気やってるし、こういうストーリーも見てきてるからそう思えちゃうだけかな。実際その場にいたら出ていけって思っちゃうのかな。でも好きになった人だしな、見た目が全てじゃないと思うけどな、個人的にはと思うんですけどね。よくわかんないっす。クズだったんじゃないですか、その彼氏は。適当なこと言っとるで、またこの実況者。すっぴん見ても嫌いにならないってずっと言ってくれたから、心のどこかで安心しきってたんだけど、まさか全身塗りたくってる桃星人だとは思わなかったみたいでさ、まあ当然の反応だったんだろうけどね。ペスカちゃん、そんなことがあってからしばらく恋愛とは距離を置こうと思ってたんだけど、君に出会った時ビビッと来ちゃってさ。地球人に恋したってうまくいくはずがないからやめた方がいいって頭では分かってるんだけど、そんなことがどうでもよくなるくらいには、僕は君に惚れちゃったんだ。ペスカちゃん、少し緩んだ瞳の彼女にまっすぐ見つめられ、僕のじゃなかった自分の心臓が激しく鼓動する音が聞こえる。ごめんね、佐々木くんは宇宙人でもアイドルでもない普通の男の子なのに、一丁前に告白なんかしちゃってた。僕、自分のことしか考えてなかったね。そんなこと言わないでよ。主人公フォローしてあげて、フォローしてあげて。男なら、ペスカちゃんが好きなら、ちゃんとフォローしてあげてください、佐々木さん。え？正直初めてペスカちゃんに会った時は、普段話さないタイプの子で、自分とは住む世界が違うんだろうなと思ってた。だけど、実際に仲良くなってみたら、すごく話しやすくていい子だし、しっかりしてるようで結構抜けてたり、ひょうひょうとしてるようですごく真面目だったりして、そんなペスカちゃんと仲良くなれて、今はすごく嬉しいと思ってる。佐々木くん。だから親友になりたいパターンもあるんだね。でも告白してきてるって分かってるわけだから、やっぱ恋人でしょ。恋人か古かだよね、絶対。ただ私は今回ね、今までこのゲームで私バトルート見ておりません。あの、皆さんね、見たい人はね、ぜひダウンロードしてプレイしてみてください。フリーゲームなので。はい、私はね、グッドルートだけが見たい。わがままな実況者で申し訳ない。ペスカちゃんと恋人になりたい。佐々木くん、もっとペスカちゃんの近くでペスカちゃんを応援したいと思ったから、告白の返事遅くなっちゃった、ごめんね。うん、すごく嬉しい、すごく嬉しいっす。僕の特等席はずっとずっと君のものっすよ。ありがとう。これから大変なこともいろいろ出てくると思うけど、ペスカちゃんのアイドル活動には絶対支障が出ないようにする。うん。師匠どころか佐々木くんがいれば勇気も癒しも安心感もみなぎってくるっすよ。ああ。デートの時は僕も髪型を変えたり帽子とかメガネつけたりしてしっかり変装しないとね。そうそう、それ大事だよ。クシュン、あ、ごめん、濡れた部分がちょっと冷えてきたかも。
大丈夫？途中で新しい服を買って着替えればよかったね。俺焦っててごめん。OK、はい。うん、あまり人の多いところで、多い場所で乱したくなかったし、急いでここまで走ってきたのは正解だったっすよ。そう？ペスカちゃんがそう言うならよかったけど。あ、そうだ、俺の家このすぐ近くなんだ。もしよかったら寄って着替えてく？え、佐々木くん家に？そんな急に悪いっすよ。ご両親だって反応に困っちゃうだろうし。いや、だってそのままじゃ風邪ひいちゃうし、シャワー浴びてさっぱりしたいだろうし。父さんも母さんも帰ってくるの遅いし、アイドルは体が資本なんだから遠慮しないで。あ、うん、それじゃあご好意に甘えさせていただくっすよ。よし、そっと決まればレッツゴー。結構続くね。ラストの選択肢じゃないのかな、あれ。それじゃあここにバスタオルと着替え置いておくね。ドライヤーも好きに使っていいから。俺の服だからちょっとでかいけど、ペスカちゃんが服を洗って乾燥機が乾くまでの間、よかったら着てて。うん。サンキュー、シャースパッツ持参してきてるから上だけ借りるっすね。オッケー。うおー、俺頑張ったよな。めちゃめちゃドキドキした。そっか、紳士をね、ちゃんとね、しっかりした男性をね、演じてたんすね、佐々木さん。いや、それは頑張りましたね。いや、僕からも花丸満点あげたいっすね。フェスカちゃんの告白に返事を伝えて、勢い余って家に連れてきて、自分の服まで貸して、ああ、変に思われてないかな。ああ、そして今、フェスカちゃんはシャワーを浴びている。そう、このドアの向こうには。ギャー、落ち着け、落ち着くんだ俺、うんこうんこじゃねえよ。ふぅ、さて、部屋に戻ろう。そう、変な気を起こす前にね、部屋に行きましょう。はい。サンテリーダーかけるさん、トントン。さっきくん、サンキュー、すごくさっぱりしたっす。おー、いいんじゃない？カレシャツってやつじゃん。スパピエンって何？ちょっと待って。スパピエンに目が吸われたんだけど。何スパピエンって。カレシャツってやつじゃん。いいね。たまんねえな、おい。あ、ペスカちゃん、よかった。風邪ひいたら元の子もないよね。ん、君ってさ、ん、君はいざって時に結構面倒見いいもんね。いいお父さんになりそうっすよ。いいね。そのオーバーリアクションも相変わらずっすね。そう言ってはにかんだペスカちゃんからは桃のような甘い香りが漂っていた。そういえばペスカちゃんって近くにいるといつもほんのり桃みたいな匂いがするんだよね。桃星人特有のものなのかな。いい匂いだな。あのね、佐々木くん、実は来月にはちょっと大きいライブ会場を借りられるようになったんだ。そのライブが無事に成功したら僕が桃星人だってことをみんなに公表しようと思うっす。お、ついに決心したのね。ペスカちゃんの中で何か気持ちの変化があったのかな。うん、君の存在だよ。え？佐々木くんは僕が宇宙人になって分かってもそばに置いてくれた。それで僕の中に希望が生まれたんだ。ほんと君との出会いは奇跡だったと今でも思うす。あの時スパッツを落としたのは大正解だったっす。はは、スパッツが俺たちを導いてくれたんだね。いいね。うん、僕たちきっと運命の赤いスパッツで結ばれていたんだね。運命の赤いスパッツ、スパッツでまあ結ばれてたからな。でも赤くなかったでしょ、あれは。そうだな、俺たちの愛の伸縮性に舐めてもらっちゃ困るような。もうあらゆる体にフィットするから、あらゆる人にフィットするスパッツですからね。臨機応変っすよ、もう。笑い方汚ねえな。後日、ピーチグレープのライブは大成功。ペスカちゃんは自身が桃星人であることを SNS で世界中に発信した。その公表の後は一時的に離れてしまったファンもいたが、逆に話題性となり、新たなライブを訪れる客も増え、新しいファンもじわじわと増えてきた。何より、ペスカちゃんが活動することで勇気をもらった地球在住の宇宙人たちが、自身の生い立ちを暴露することが世界中の間で増えてきたのだ。素晴らしい。そして地方から見に来るお客さんも増え、1年後にペスカちゃんは念願のメジャーデビューを果たした。近い将来、地球で暮らす宇宙人への世界中の偏見もきっと変わっていくだろう。佐々木とペスカ2人の桃色の日々はいつまでも続いていくのであった。よかった、めちゃめちゃよかった。いいっすね。たまんねえな、これ。はい。というわけで皆様、いかがだったでしょうか？ときめきスパッツァーでした。ペスカちゃんのストーリー、良かったですね。
やっぱりね、宇宙人とかそういう偏見があるものっていっぱいあると思うんですよね。なんかその海外の人にも偏見持つから、僕らって。だって宇宙人ってなったらさ、変な力持ってんじゃねえのかとかさ、地球侵略するんじゃねえのかとかさ、いろいろ思っちゃうと思うんだよね。けどそういう問題にちゃんとぶつかっていくっていう、めちゃめちゃしっかりしたストーリーだった。なんかさ、このさ、ゲームのさ、初めてダウンロードした時の概要欄にさ、なんか下品でさ、なんかコロコロみたいなストーリーですよって言ってたけど、しっかりしてたストーリーが。もうみんなにやってほしいね。もうバッドエンドはちょっとみんなに、みんながみんなの方でチェックしてください。僕は見ません。はい、というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。ときめきスパッツァでした。またね、別のゲーム実況動画等でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。